はい、皆さんこんにちは。桜坂45で監督してます、川野です。いつもお世話になってます。本日の桜坂45は、強制させるとほとんど意味がない、3つの文章ということで、僕が指導者をやってる中で、結構いろんな学校の先生とか指導者の人が、よくやらしてるんだけど、それ本当に意味ありますっていう僕的な解釈の、文章3ついきたいと思うんですけども、まず1つ目、反省文。反省文っていうのは僕はほとんど意味がないと思ってます。もちろん生徒が自主的に書いてきたものであればそれは意味があると思います。でも、指導者とか先生がおいお前今回こういうことしたんだから反省文書いてこいっていうのは一応その書くっていうペナルティにはなると思うんですけども、ほとんど本当のこと書かないと思った方がいいです。大人もそうですけども、例えば自分が何かした時に本当にそのことを反省する時ってごく稀なんですよね。大して悪くないと思ってるからそのことをやってます。ですから反省文を書かせるよりもしっかり話をして話を聞いてそういう時間を共有することの方がよっぽど僕は大事だと思ってますので、反省文っていうのは強制的に書かせた瞬間にほとんど意味がないんじゃないかなと思います。2つ目の無駄な文章は感想文です。これは反省文よりもっと意味がありません。僕はよく生徒たちに映画を見せます。先生に1回くらい作業高校ではいろんなジャンルの映画を見せます。それこそ本当にいろんなジャンルです。この間一番最近に見たのはクレヨンしんちゃんでした。だからどのジャンルにこだわることなくたくさんの映画を見せるんですけども、その時に僕が絶対やらないことは感想文を書かせることです。感想文を書かせたともう瞬間にせっかくいろんなジャンルの映画を見せてるのに全く意味がない。なぜなら、生徒は感想文にほとんどこういうことを書いた方がいいだろうとか、あるいは言葉にして文章にしていくうちに自分の心を作っちゃうんです。一番大事なのは感じた時のダイレクトなその感触なんです。だからそれを大事にさせるためには文章にさせてはダメです。自分の心の中に感じさせたままにほっとくのが一番いいです。それを聞く必要もないです。本当に大事なことがあればこっちからこの映画はこういう趣旨があるんだけどお前らどう思うかって投げかけるだけで十分です。それを自分の中で消化させて人に話させない方がよっぽど僕は身になるんじゃないかなっていうふうに考えてますので、感想文は作業高校では一切欠かせません。3つ目です。これはまあいろんな考え方あるんですけど、それがダメっていうわけじゃないんですけど、僕の中では疑問なのがノートを使った交換日記。まあこれすごく大事にされてる先生もいて一概に否定はできないんですけど、私はほとんどやりません。柔道ノートというのは使うんですけども、私が使う柔道ノートは試合の相手のイメージを書かしたりとか試合の戦術を書かしたりっていうことでは使いますけども、交換日記的なことはほとんどやりません。例えば部員が30人いて30人のノートを書いてコメントを書いてるだけでもう1日終わってしまいます。僕書くとしたら多分3ページ4ページ書いちゃうんで、その時間って生徒と向かい合ったらもっと有意義なんじゃないかな。当然生徒も日記を書くときにもちろん正直に全部自分の心を赤裸々に書いてくる子もいれば、どうしてもやっぱり構えて書く子って絶対いると思うんですよね。お前これ嘘ついてるだろって言った瞬間に意味なくなっちゃうんで、とすれば日記を提出させるよりは一番最初に言ったと思うんですけども、その子と向かい合って話をすることに時間を費やした方がよっぽど僕は有意義だと思います。ですからその交換日記自体を否定するとかじゃないんですけど、そういう考え方もあるんだということで、一つの方法として生かしていただければと思って今日の動画を配信させていただきました。本日の動画は以上です。ありがとうございました。